い牙。あ、でも今回ダーク牙がね。はい、どうもしみじです。仮面ライダーシティウォーズやっていきたいと思います。というわけで、前回特攻を、30連引いて無料でいただきましたので、特攻付きで走らせていただきました。ランキングイベント戦うためにラーニング完了、0と1のランキングバトル順位がですね、1259位。そんなめちゃくちゃ走らなかったんですけど、それでも2000以内余裕で入ったということで、やはり特攻は偉大ですね。で、こちら、ウォズのね、いただきました。ツッコもうじゃないか、わがまを、こちらをいただきました。はい、そして、新しいイベントガシャも始まっております。イベントの方はまだ始まっていない状態なんですけど、動画が上がる頃には余裕で始まってると思いますけども、シティバトルイベントですね。俺がやると言ったらやる、たぎる正義のシティ防衛戦線、こちらですね。今回は、01の、新しいフォームチェンジではなくて、バルカンですね。バルカンが参戦ということで、シティバトルイベント、青と白のライダーみたいな感じで、ブレイブも、入っておりますが、はい、今回の覚醒解放、これですね、ガタガタガタ切れば、これが6万ポイントでもらえて、覚醒解放できるのが、こちら、覚醒星号、ガタガタガタ切れば、ちょっと待って、ガタガタガタ切れば、ガタ切れば、ガタ切ればキック、これだね。これなんですけど、はい、ツイッターでもね、つぶやいたんですけど、わ、俺ガタキリバ BC 持ってんじゃんと思ったら、ガータガタガタキリバ、ガタキリバ、ガタキリバキックがないんですよね。これね、これランカーガシャでもらったやつなんで、覚醒対象にはならないようなんですね。ただまあ、この、あれですよ、覚醒解放することでサブスロットですか、こちらには入れるんで、まあ、覚醒解放を狙ってね、やっていきたいと思います。はい、新時代とレジェンドライダーガシャパート2も始まっておりますが、今回はですね、イベントガシャ、はい、バルカの星を必殺技カード封入イベントガシャということで、こちらガシャの方始まっております。ヒューマギアを残らずぶっ潰すシューティングブラスト。これですね、ドロップ特攻、とどめ特攻、超ダメージ特攻が入っている。そして、ブレイブの方は、お前はこの世のガン、俺が切除するタドルクリティカルストライク。これはドロップ特攻、とどめ特攻、超ダメージ特攻、TRK、TRK 特攻が入っているということで、これを狙ってね、ガタガタガタ切り場、ガタ切り場キック。はい。まあ、などなど、ブレイブなどが、ラインナップされておりますので、こちらの方をですね、リバイバルイベントなども始まっておりますけれども、この特別イベントを、まあ、ほとんど終わらしたかな。これで、263個まで石貯めておりますので、今回は新時代のレジェンドライダーガシャ無料の方ですね。無料10連2弾、第2弾目は来ておりますので、こちらの方とイベントガシャ10連を引いていきたいと思います。バルカンを当てたい。ね、特攻が楽だ。というわけで、まず無料10連の方から引いていきたいと思います。さあ、よろしくお願いします。これヒューマギアのおかげで今の俺があるライジングインパクトとか、何が入ってんの？あ、バルカンは入ってないけども、まあ、他の BC とかも入ってる。じゃあ行きたいと思います。よろしくお願いします。せーの。さあ行きますよ。何が欲しいかな？まあ、何でもいいです。何でもいいです。はい。何でもいいの精神で行きたいと思います。よろしくお願いします。せーの。ここ！はい、牙！あ、でも今回ダーク牙が、ね、あれだから、ボーナスライダー、おーい！おやー？はい、はい、タンクタンク、ストロンガー、ディケイドからの、カリス、俺は俺だけで生きる、俺だけで戦う、スピリングウェーブ、技！技か。はい、ダーク牙来たね、技だね。はい、で、デルタ。デルタの星よんというわけで、はい、なんじゃこりゃはい、というわけで、まあまあ無料ですんでね、無料なのでね、あまり、そうですね、はいこんな感じでした。それでは、イベントガシャの方ですね、こちらを引いていきたいと思います。はい、こちらは先ほど言ったようにバルカンの必殺技と、ブレイブの必殺技、あ、そうかそうか、なるほど、ガタキリバもあるんですね。特に特攻ではないですが、それでは、引いていきたいと思います。得点付き10連ガシャ、はい、さあよろしくお願いします。01のマークもしくはエグゼイドのマークが光れば俺の勝ち、よろしくお願いします。ここさあ来い、ディ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 ケイル、
抜かれ。嘘やん。嘘マジで。はい、あ、バルカンの俺がやると言ったらやるシューティングブラスト必殺技星4の方です。いや違うね、星5やねん。ディエンドの技。はい、バルカン、これはこいつは俺が倒す。黙って見てろ、ファイアーオブウルブス。バルカンかっこいいよね、シンプルで。はい、そしてストロンガーの、これ必殺技だよね。そうか、ディケイドマークに光ってきたのが、ディエンドの星4技、ディケイドの星4技ちょっと待って、まあ、バルカンの星4必殺技とデルタの星4の必殺技は来ましたけど、爆死やないかい。はい、それでは、何も当たらなかったので、バルカンをね、召集していきたいと思います。2万ポイント自腹で払って。最初の頃はね、星5が当たるまで召集しないぞとか言ってたんですけども、もう関係なくなってきましたんで、バルカン召集していきましょう。はい。残らずぶっ潰す。はい、それでは一気にね、覚醒じゃねえや強化していきたいと思います。解放。はい、こちらも解放。まあ何にも当たってない、まあ必殺技くっつけてちょっとね、どんな感じかバルカン見に行きましょう。よしよし、ようやく元通りか。思ったより早かったな。この力があればヒューマギアをぶっ潰せる。バルカンはどうしてヒューマギアを憎んでるの？あ、ネタバレ？ヒューマギアは人類をサポートする夢のマシン、一緒に生きるパートナーじゃないの？ですよね。あいつらは人類を傷つける恐ろしいマシンだ。俺は悲劇を起こしたヒューマギアを絶対に許しはしない。この手で今度こそ。あー、とても辛い。怖かったもんね、あれね。それでも君はこの町の防衛に命を懸けてくれた。人間に危害を加える奴らを許せないだけだ。町の住民には俺のような悲しい思いをしてほしくない。この力はそのためにあるんだ。なるほどね、君の力が股間なんだと思うと。君の力のね、はい、お願いだ。その力をこの町を守るために貸してほしいんだ。俺がやると言ったらやる。俺がルールだ。俺がルールだ。最近ミスター X 見ないけどね。あ、全然ストーリーやってないからか俺。はい、それではあまり育てられておりませんが、特別イベント新時代とレジェンドライダーのパート5に追加されたバルカンにね、単身乗り込んでいきたいと思います。ジオを消して、バルカン 15,548 ですけれどもね、これでいきたいと思います。さあどんな感じかな。あ、そうか、ヒデンインテリジェンスまだ改築中なんだ俺今。ぶっつぶす。何これ。あ、打ちながら、危ない危ない危ない。打ちながら前進していくのか、こうやって。おー、んでキックに派生するんだ。あ、いいね。そしたら、ファイヤーオブウルブズ。あ、違う、これシューティングブラストだ。間違えた。ちょっと待って待って。ファイヤーオブウルブズ、こっちだ。よっ。ドキューン。すごいですね。ウルフズじゃないんですね。ウルブズっていうね。ブになるっていうね。勉強になりますね。はい。シューティングブラスト。大気音とかさ、こういうこう BGM なんていうの、効果音がかっこいいよね。あ、これでもいいな、打ちながら進んでいくの。こう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 、これ距離も詰めれるし便利じゃない。次だ。これからね、ゼロワンとこのフワさんのバルカンのね、2人がどうなるかだよね。バルキリーも参戦してくるからね。はい、それではウルブズ、いいね。こうやって、これいいな、楽しい。こうやってほら、暴れてる感じするじゃん。やっぱりアクションがいいですね、ゼロワンは。期待大だな。ドキューンということで、まあガシャ的にはもうさっぱりだったんで、実際に回るのはもうボーナスライダーじゃないと思いますけれども、頑張って覚醒解放まで取っていきたいと思います。あとは山芋さんに任せた。ご視聴ありがとうございました。しめじでした。バイバイ。